皆さん、こんにちは伊藤塾講師の高橋です私からはです、ね、仮想本試験の狙い目と試験・受験の心構えそして復習の際の注意点の3点について10分程度でお話をさせていただきますではまず仮想本試験の狙いについてなんですけれども伊藤塾ではこの試験の延期が発表されてから本日7月5日を仮想本試験の日と捉えてそこを一旦のゴールとして取り組むことということをお伝えしてきました しかし、ただこの7月5日に模試を解くというだけではある意味普通の模擬試験と変わらないわけですよねそこでこの仮想本試験の狙いを踏まえて目的意識を持ってこれから取り組んでいただければなというふうふに思いますじゃあその狙いとは何なのかというとこちら、画面の方をご覧ください2つありますまず弱点の把握そして2点目として 直前期学習の効果検証とということですまず1点目の弱点把握についてですけれどもこの仮想本試験を踏まえて、まあ、自分が弱いのはどこなのか民法が弱いのか会社法が弱いのかとかそういった弱点を把握した上で今後弱点強化をしていくことになるわけですから弱点の把握ということです。 でですね、ただ、ここで気をつけていただきたいのは必ずしも今日点数が取れなかったイコール弱点とは限らないよということです。というのもそもそもその問題が難しいという場合も結構あるわけですね。 よくカウンセリングを受けているとこの模試で会社法ができませんでした弱点なんでしょうかということをよく相談をいただくんですけれどもそもそもその会社法の問題自体難しいということがあるんですねあくまで今例えで会社法って言いましたけれどもこのように弱点把握っていうのは難易度を踏まえた上でしていただきたいなと思いますみんなが取れたところを落としたそれこそが自分にとっての弱点ということですから じゃあその難易度はどうやって把握するのかというとそこは解説講義を生かしてもらいたいと思います伊藤塾の模試では解説講義がついていますので、まあ、そこでここは絶対に取ってほしいここはできなくて大丈夫だよというアドバイスがあると思いますからそれに沿って難易度を把握した上で自分にとって弱点が何なのかそれをしっかり掴んでいただきたいなというふうに思いますでは話を戻しますが狙いの2点目ですね直前期学習の効果検証ということです 皆さんは今日に向けて直前期の勉強をしてきたわけですからそのどこがうまくいってどこがうまくいかなかったのか例えば直前で詰め込んだところができているかあるいは科目全体のバランスこれを書いていないかとかそういったところを検証して次に生かしていくことになりますまとめると弱点の把握と直前期の学習の効果検証この2つが今日の仮想本試験の狙いだよということになります そしてやるからには本番のつもりでやりましょう、吹き出しのところ書きましたが、本番のつもりで取り組むからこそ、9月27日延期後の実際の本試験、そこに生かせるものが必ず見えてくるはずですですから、本試験当日にしないことは今日はやらないと、例えば昼休みに答え合わせをしちゃったり、あるいは試験中に携帯の電源をオンにしちゃったり、そういったことはしないように注意をしてみてください。 では続きまして試験、受験の心構えについてお伝えしていきます今日の仮想本試験の時もそして実際の本試験の時もぜひ心がけていただきたいことなんですけれどもこちら自分のわからない問題はみんなわからないと考えるということです、まあ、例えばですね本試験で解けない問題が連続して続いたりすると焦ったり動揺したりすることがあります やはり精神的なブレが出てしまうとできるはずの問題もできなくなってしまうと、まあ、誰しもこれ経験あると思うんですけどもしとか本試験終わった後にこの問題を見返してみたらこれ何でできなかったのかなということがあるわけですよねそれは精神的なブレから来ているという可能性が非常に高いわけですですからそういった精神的なブレを抑えていく必要がある。 じゃあそういった精神的なブレを極力抑えるためにはどうするかというと先ほどお伝えしたここですね自分のわからない問題はみんなわからないというふうに考える思い込むことが大事ということです、まあ、こうやって考えればわ、ね、からない問題が出てきてもあみんなわからないんだだから相対評価のこの試験においては合否に影響がないんだというふうに割り切ることができるわけです というのも吹き出しのところを書きましたが自分に合格する実力が伴っているのであれば合格者としての実力が本試験当日備わっているんだら自分が分からない問題というのは落としても合否に影響はないはずですよねそう考えるとこういった心構えがやりやすくなるんじゃないかなと思います。 まあ、とかくですね、えー、本試験に向けてメンタルを強くすることっていうのを考えてしまうんですけどメンタルを強くするのっていうのは非常に難しいわけですていうか私も正直言うとメンタル弱い方なんですけれどもそれは置いといてここで伝えたいのはメンタルを強くするということよりも考えるどう考えるかで精神的なブれは抑えられるということなんですね。 まあ要は考え方次第ということ性格、まあ、だったりメンタルそのものっていうのは、まあ、すぐ変えられるものではありませんが考え方っていうのを意識次第で変えることができるわけですからえぜひこの考え方を今日そして本試験生かしていただきたいなというふうに思います自分のわからない問題はみんなわからないと考えるとでは次にえ復習の際の注意点についてです2つあります1点目が翌日までに復習を終わらせるということ まあ仕事とかで忙しいという方であれば長くて2日かなというふうに思いますでここで大事なのは締め切りを作るっていうこと締め切りを作らないと際限なく復習が続いてしまって自分の従来の勉強ができなくなってしまうわけなので、まあ、ただここ誤解していただきたくないのは翌日までに終わるように頑張ろうってことじゃないんですねゴールを定めてそこまでに終わる分量に調整していきましょうということです でその調整をするときに意識してほしいのが2点目のところ復習項目に優先順位をつけていくということです特に優先順位が高いものを2つ挙げておきましたまずポイントのところ、丸一番間違えた問題、まあ、これは当たり前ですよね誰しもやっていることだと思いますで、2点目ですね正解した問題の中でも判断に自信が持てなかった足 ここをしししっかり復習していいと思います。意外に盲点になっているところなんですけれども、まあ、例えば、ですね、えー本えー、この問題を解いたときに「あ」と「い」が曖昧だったけれどもそのほか「う」えお」が分かったから正解できましたと問題全体としては正解していることになるわけですけれども今回はたまたま「あ」と「い」が分からなくても生後に影響はないというところでしたが実際、本試験ではそこが命取りになってくるかもしれないわけですよね。 ですから自信が持てなかった足、言い換えれば三角をつけた足、ですねそこもしっかり振り返りをしていただきたいなというふうふに思います、まあ、ただ、そもそも知らなかったからただ保留しましたというところは別にそこはするしても構いませんが自分が知っているはずだけど、うん、これ、どっちだっけというふうに曖昧だったところ、そこに関しては正解した問題であってもしっかり確認するようにしていただければなというふうふに思います。 では、この仮想本試験の狙い、試験、受験の心構え、復習の際の注意点、ざっとです、ね、確認をさせていただきますが、仮想本試験の狙い、それは弱点の把握と直前期学習の効果検証ですよと、そして試験、受験の心構えは、自分のわからない問題はみんなわからないと考える、そして復習の際の注意点は、翌日までに復習を終わらせることと、優先順位をつけていくこと。 いうことを意識していただければなというふうに思いますそれでは最後になりますが本日の16時半のところから公開講座を実施しますこの公開講座では先日発表された延期日程9月27日に向けてどうやって学習を進めていくべきかその道しるべを示すものになっていますのでぜひご視聴ください それでは私からは以上です、この後9時15分から試験のアナウンスが始まりますので、それまでお待ちください、これからの仮想本試験本番のつもりで、ぜひ頑張って取り組んでいただければと思います。ありがとうございました